自分がやってきた努力の方向性が間違ってなかったんだなっていうのが分かって非常に嬉しいです。工学科に入塾したのは中学校2年生の夏ぐらいの時で、その時は特に英語の成績が悪くて親に塾に入れって言われて塾に入りました。入塾直前は中学2年生まで英語全然やってなかったっていうこともあって、塾の先生に授業の後に軽い補習みたいなのをしてもらって文法を基礎からおさらいしていってもらいました。ですぐに英語ってこういうことやったんやっていうのが分かり始めて、中学3年生の時には結構英語ができるようになったっていう実感があって、で他の教科も高校に入ってからやり始めて、最終的には苦手教科がなく、特に苦手やった英語とか数学とかが得意教科って言えるようになりました。自分の学校から近かったっていうのがいいところで、気張ることなく塾に毎週毎週来れて、受験期も学校に行くのと変わらない感じで、ほんまに日常の一つに塾に行くことが入ってるような感じで行けた受験生活を送れたのがいいところだと思います。昨日の自分よりも1点でも多く取れるようになること、でそれを毎日続けることだと思います。受験生活って基本的にどの受験生も本番以上に確実に手応えを取れてる人はいないので、ってなった時にどうやって自分で勉強の手応えを確かめるんだろうってなった時に、自分は昨日の自分と勝負して1点でも多く取れるようになってるか、でそれを確かめるために絶対に昨日前日やったことの復習をするようにしていました。受験生活は自分が思っている以上にいろんな人に支えられています。友達、家族はもちろん塾の先生、学校の先生、事務員さんなどいろいろな人に支えられているし、その人たちを頼って大丈夫です。でも入試、試験、本番は自分は一人です。それを支えてくれるのは今までの勉強してきた自分です。なのでその本番、自分が不安にならないよう日々勉強を頑張ってください。応援してます。